以前ガソリンを入れたところになります。で、去年来たよりガソリンスタンドが倍ぐらい増えてましたね。あ、見えてきましたね。はい、こちらのスタンドのセブンイレブンのマークは見えないですけど、はい、渋滞してるときはこの店を出れなくなったりするんですよね。結構ここに書いてある値段が全然違う時あるんですよね。多分値札はそのままで商品入れ替えた時にそのまんまになるケースが結構あるんですよね。一応ここに書いてあるのは8ペソですよね、これ。ところが多分レジに並んだら違うんで一応買ってみますね。はい、買います。前回もね、なくて間違え、値札が間違っていてとんでもない値段になってたんですよね。いやー、やけに多いな、金額が高いなと思ったら値段が違ってたっていう、まあ、今のは8ペソなんで、あ、後で検証します。コーナーにあったのは品切れかもしれない。缶が良くないですね。元の方がいいんじゃない。ないよね。どうやっても買った覚えがあるんだよ、はい。
はい、一応戻ってからレシートの検証をしてみます。はい、お願いします。セブンイレブンから戻ってきました。で、先ほどの、まあ、あの値段の検証ですね。で、こちらのウェハースで、セブンイレブンのレシートがあります。で、あのお店では 8.00 ペソと書かれていましたね。はい、では、まあ、多分棚の大きい違いなんですけども、8ペソで買えるわけないんですよね、こちらね。こちら一番上80ペソっていうことですか。10倍ですね。まあ打ち間違いっていうのもあると思うんですけど、まあ、8ペソでは買えないっていうことですよね。で、前回は僕は何だっけな、タバンを買ったんですね。タバン10個入りのクッキーを。そしたらその値段がわからないと、10個入りが通常10個入りだと安くなるんですけども、あの1個の袋の値段の10個掛けで買わされちゃったんですね。だから結局1個でよかったんですけど、そうなると、まあ、そんなようなケースもあります。これフィリピンのあるあるですね。だから皆さんもセブンイレブンで商品を買うときに値段が結構、ドリンクもそうですし、こういう値札の、ネームをちゃんと確認した方がいいとは思います。もしくは店員に聞くっていうことですかね。はい、まあ、まさに10倍違うとね、ちょっと、足らないとかねだったりしますので、はい、まあ以上です。それではチャイちゃんでした。